どうもこんにちは、ホッチです。ヴィッセル神戸勝利おめでとうございます。勝ったぞー、おめでとうございます。いや、よかったですね。本当に勝つかどうか負けるかどうかも本当にハラハラドキドキの展開で、もう見ながらもうどうだねみたいな感じでね、ずっとハラハラしながら見てましたけれども、いや本当にこれで2連勝ですよ、 ACL。いや、すごいと思います。今回のスウォンという相手はですね、韓国でも有数の本当に人気のあるチーム、人気では一番らしいですね。スタジアム4万人を超えるようなもう巨大なスタジアムを持っているもう巨大チームでありまして、まあもうスポンサーのサムスンですしね、まあ、こちらは楽天ですけれどね、はい、スポンサーサムスンのもう本当にかなり強いチームだったと思うんですけども、ACL の優勝経験もあるみたいですね。はい、まあ、ACL ではなかった時もかな、まあ、ちょっとややこしいですけども、まあ、そのようなかなり強い強豪チームに相手にですね、もう完全に、相手はこちらに合わせてきたというか、もう完全にリスペクトを持って、もうイニエスタをどうやって防ぐか、酒井豪徳、西大吾をどうやって防ぐかっていうのをすごい対策してきた試合だったなというふうに思いました。はい、ではですね、フォーメーションの確認からいっていきたいと思います。フォーメーションは前回とほとんど変わらずですね、ゴールキーパーイクラ、ディフェンスに左から酒井豪徳、フェルマーレン、大崎、西大吾、アンカーに山口穂太ですね。前回安井と合計で2人目アンカー氏なのかな、まあ、ちょっとこの3人はちょっとややこしいですよね。アンカーに山口穂太、ここにイニエスタと安井、そして3トップみたいな形で古橋、ドーグラス、オガーケジですねという形でした。はい、対してですね、スモン、水原とバイト、スオンと呼ぶんですけども、スオンのチームも、3バック。このチームも結構3バック、4バックよく使い分けるようなチームみたいですね。実は調べたんですけども、スオンの戦術等ですね、歴史とかも調べたんですけども、結構ね、日本語ではページがなくって、韓国のサイトに行って、Google翻訳でバーって探したりしてみました。結構やっぱりフォーメーションが3バックだったり4バックだったり、いろいろあるみたい。でも前回の、日本でいう天皇杯みたいな、大会で優勝していました。もうそれもね、かなり攻撃力がかなり高いようなチームで、もう、かなり 4-0?3-0 かやったの、4-0、なんかそんな点差で勝ってましたね。決勝にもかかわらず。相手のチームがあまり強くなかった。まあ、事実上の決勝戦が前にあったみたいなことも書いてたんですけれども、まあ、それにしても決勝戦でその点差を出すような、まあ、かなり攻撃力があるチームのようでした。にもかかわらずですね、今回はかなり引いて守って、多分ヴィッセル神戸に対してもカウンターで勝つという戦術がもうかなり見て取れましたね。相手のチームでメインの主力となるのはやっぱりこのずっと言われていましたこのタガード、韓国のリーグで得点王だったそうです。そして、決勝戦、その天皇杯決勝みたいなところですね、で2得点ぐらいしてたのはここのコスンボムというボランチの選手、ミドルシュートがかなり強いみたいです。今回も1本だけミドルシュートを打ってたみたいですね。ちょっと警戒かなと思ってたんですけども、案外まあそこまで押し込まれる時間があまりなく、もう本当にポン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 裏狙われてちょっとカウンターがみたいなかったんで、あまり今回は出番というか、まあ、目立ったプレーはなかったですね。はい、というような形ですね。はい、で今回の試合ですけれども、個人的に本当に相手は準備してきたなと、前回の試合ちょっとヴィッセルが対象しすぎたので、かなり対策してこられたんだろうなっていうのがすごい分かりました。イニエスタは常にフリーにはさせられない、誰かが絶対見ているような状態にされていましたし、サイドのところですね、サイドからの攻撃もかなり徹底されて、裏に、ね、入ってくる酒井豪徳と、西大豪と特に警戒されていたかなというふうに思います。そして一番対策してきたなっていうのはやっぱりディフェンスの裏、攻撃のところですよね。ディフェンスの裏どうしてもやっぱりヴィッセルはハイライン、ハイプレスハイラインっていうのを取るので、ディフェンスの裏っていうところすごい狙ってこられてた印象がありますね。何度か本当に裏を取られて危ない場面も何度かあったかと思いますが、まあ、イクラだったり、まあ、ディフェンス陣しっかり対応して、防ぐことができたのかなと思います。もう終盤に至ってはね、もう本当にイクラのナイスセーブで止めたりとか、本当にどっちに転んでもおかしくなった、くなかったゲームだとは思いますね。はい、そして対するヴィッセル神戸についてなんですけれども、ヴィッセル神戸はですね、今回かなり、しっかりとボールを回すこともできていましたし、全体的に悪いプレーというのはあまりなかったのではと思います。個人的に少しやっぱ気になったのがフェルマーレン、前半からですね少し大きなミスがあったりとか、少し大崎側によって、まあ、幅取らないといけないところであまり取らってなかったりとか、少しやっぱり
プレーがおかしかったなというふうには思いましたね。なのでまあちょっと交代されたのはもう怪我なのか、まあもしくは調子が本当に良くなかったのか、ちょっとどっちかわからないですけど、まあそのような、まあちょっと何か異常があったのは、ちょっとこちら僕としても少し感じました、個人的に。はい。で、まあ個人的なプレーはそうですけれども、全体的なところで言いますと、まあ、前線からのプレスっていうのは、前回から引き続きボールをダッシュするっていうところはよくできていたかなというふうに思います。特に今回ですね、酒井豪徳がもうプレスすごい上手かったですね。うまく奪ったりとか、まず古橋がバーッとボールを取りに行って、まあ、それに続いて、小川慶次郎、大倉スイネスタあたりがですね、バーッと走って取ってきて、全員で奪って一個チャンスにつながったとか、もうゴールキーパーとほとんど1対1みたいな形になったりとか、本当に前線からのプレスっていうのが非常に良かったなと思います。はい、そしてやっぱり得点シーンなんですけれども、やっぱりね、素晴らしかったですね。イニエスタからの酒井豪徳からの古橋もこの流れ、ゴールデンラインみたいな感じになってますよね。イニエスタがもうちょっと出して、それに、酒井豪徳がしっかり、もうあのスピードで反応してくれるとも誰も追いつけない。で、そこから質の高いクロスが入って、それに反応して入る。っていうのはもうこれ、まあ何らかが古橋であった、与川慶次郎であったり、まあ、TJ 名前なんだっけ田中ジュニアだったりとかですね。いろいろあると思うんですけども、やっぱもうこのあたりの連携、本当に素晴らしいと思います。このイニエスタ、酒井豪徳。このあたりですね、古橋とか。このあたりの連携が非常に良かったなと思います。ここでね、かなりボールキープすること今回多かったと思うんですよね、特に。というのもやっぱり良かったなと思いますね。まあ、というわけで、本当に勝利することができて本当に良かったです。かなり本当にハラハラする。どっちに転んでも分からなかった試合でした。実力的には正直もヴィッセル神戸の方が、まあ、あるのはもう間違いなかったかなと。チームとしての力ですね。まあ、それに対してやっぱり戦術でしっかり守って、カウンターで攻めるという。もうかなりリスペクトされた試合だったと思います。力の強いものに勝つための戦術っていうのにしっかりやってくれたんではないかなというふうに思います。かなり研究された、でもこれしかないみたいな結果になったのではないかと思います。はい。まあそういうのがね、個人的な考えなんですけど、皆さんどうですかね？本当にこのような、ふうなんどうですかみたいな意見たくさんお待ちしております。この間ですね、コメントをいただきまして、YouTube 直接じゃないんですけれども、まあ、ヴィッセル神戸の選手をも写真にしてくれとか言っていただいて、ああ、嬉しいなとめちゃめちゃ思ったんですけども、ちょっとまだできないです。申し訳ない。ちょっとね、頑張ってやっていきます。ちょっと写真にするとか、もう線が引いてないんで線描くとか、まあ、ちょっとこれからちょこちょこやっていこうかなと思っています。はい。というわけでね、これからもチャンネルガシガシアップしていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ヴィッセル、頑張るぜ！See ya!